令和の虎、その思いを金に変えろ。スポーツ版継続継続。はい、ということで今日は高木さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、スポーツ版タイガーファンディング始まって、はい、これでね、今月も最後の収録になります。第1期の。あ、もうそうなりますか。はい、あっという間ですね。そうですね。 あのどうでした、なんかこう全体的なまず感想としては。志願者もすごい真面目な方多く出ていただいたんで、うんうん、場が大きく盛り上がる回ってちょっと少なかったかなと思いますね、やっぱり、うん、高木さんの中で、はい、今まで収録これでだから5ヶ月したんで、はい、もう10人取りましたけども、ね、はい、今日実は11人目のね、はい、そうですね、12人目と、はい、取るんですけれども、はい、この10人の中で一番なんか盛り上がったの誰だった。最初の三妻さんじゃないですかね、元プロ野球選手の。三妻さん盛り上がってね、確かにね。再生数もやっぱ一番伸びてるかなと思うんで。あ、三妻さんの方が一番伸びてますか。はい、はい、逆に伸びなかったのは何だろうね。学生のこの回とかが、このまま波が起きずに終わっちゃったなっていう回もあったかなと、うん、やっぱりあの、ね、高校生とか出てくると、はい、トラもね、はい、あんまり厳しくいけないしね、突っ込みづらいというか、すごい突っ込みづらい部分もあるよね。やっぱ5人のトラ全員が遠慮しちゃうんで、はいはい、あのちょっとした間が生まれるんですよ。ああ普段は何、はい、間が生まれるんで、この間はね、はい、あの配信上はなかなかね、そう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 、あのカットされるんで分かんないんだけど、はい、そうですね、実はシーンシーンっていうのが、はい、で岩井さんもね、はい、これ大丈夫これみたいなの結構ありましたよね、はい、ありましたね。あれはちょっと申し訳ないなと思って。いやいやいや、とんでもないです。それからあの、まあほぼあの5枠に座ってもらってるわけですけれども、はいはい、主催としてね、はい、こう順番に来ての5枠の最終決断って、はい、なんかどうですか、自分なりに。ちょっと重たいですよね、私次第で、うん、このね、せっかく来ていただいた志願者の方の、はい、こう未来、近い未来があの変わっちゃうんじゃないかっていうので、はい、責任感すごいありますけど、はい、まあそれでもだんだんちょっと慣れてきたかなとは思います。うん、そうですね、僕、はい、あの先月の空手の方、はい、あの時に、はい、ね、普通に行けばオールになるだろうところを、はい、最後に高木さんがあえてゼロにしたのは、はい、あれもっぺん見直したんだけど、はい、あれ良かったよ。ありがとうございます。いや本当に、まあ、そうですね、やっぱ、はい、あの彼のことを考えた時に、うん、日本のスポーツ指導者って、はい、経営者じゃないんですよね、うんうん、日本ってもう平成からこう令和に変わったんで、はい、もう昔のやり方ではもう無理なんですよ、うん、っていうのをやっぱり今後ね、あの出られる志願者の方にもやっぱり伝えていきたいなっていう思いがあったんで、はい、そうですね、ちょっと、ね、厳しくさせていただいたかなと、はい、まあ、あの大変僭越ながらですね、はい、こうやって喋ってても、はい、高木さん慣れてきたね。いやいや、いやマジマジ、いやいや、本当にもう、まだまだ全然ですよ。あの最初はね、はい、どうなることやらって思いましたよ、やっぱりね。あの高木さんのなんか、はい、なんていうの、あの硬さみたいなものがこう出ていたんだけど、はい、よく流暢に喋れるようになった。いやいやいや、やっぱこれね、YouTuber 慣れだね。いやいや、そうですね、本当に、まあ、それはやっぱこう10回ね、こう、はい、数こなさせていただいたっていうのはやっぱ大きいかなと思いますし、はい、まああの視聴回数的にはスポーツ版というのは、はい、多分全体の中で真ん中あたりにいる感じだと思いますね、はい、まだまだこれから頑張らなきゃいけないっていうところがあるんだけど、はい、高木さんの本音としてこれどっちですか。いや僕はもうこっちしか、あ、これこっち、はい、もちろん、まあね、こっちこれあの継続の一番の理由は何ですか。10回やってやっぱ僕の中でも、はい、ああしたかよかったなとかっていう、うんうん、いろんな場面があるんですよね、はい、対戦数が若干伸びない回もあって、はい、コメ欄でもスポーツ版はちょっとリストラ候補だろうみたいな、うん、ちらほら見るんですけど、はい、いやもうちょっと頑張らさせてください、はい、僕もねちょっとやっぱ後悔いっぱいあるんで、うん、トラもちょっと面々を変えながら、うん、次回はまた僕違ったスポーツ版をね、うん、皆さんにお届けできればと思うので、はい、これはちょっと僕の思いを込めてちょっと継続をさせていただきたいです、はい、ちょっと今のね、ちょっと違ったっていうところをもし言える範囲でよかったら、はい、触りだけ言ってもらえませんか。まず、まあ、虎側としては、はい、結構ね最初はちょっと遠慮して身内を集めてた感じはするんですよ、はい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 、YouTuber っていう方があんまいなくて、うんはい、なんでやっぱ喋り慣れてない虎が多かったんで、うん、林さんにちょっとねあの負担かけたかなっていう回もありますし、はい、岩井さんにもちょっとフォローいただいたなっていうのがあるんですけど、はい、前回山沢さんとかね、はい、こう有名 YouTuber に出ていただいて、うん、そこからちょっと波が変わってきたなっていうのも、彼ら喋れるもんね。そうなんですよ ね、はい、なんで、まあ、そういった方々にもお力をこう借りながら、はい、このスポーツ版っていうのを、うん、もう全体的に盛り上げていきたいっていうのがあります、ね、あとはやっぱりあの本家の虎の中でも、はい、安藤さんとか桑田さんっていうのは結構スポーツが好きで、はいね、いろいろとこうね、あの喋れることがあるので、はい、安藤さんがタイからねタイミングよく帰ってこれるといいよね、はい、そうなんですよね、はい、でもね最近継続的にずっと来ていただいてるんで、はい、いやもうすごい協力的でありがたいですね。なるほど、はい、はい、まあお金もあるしねそこもちょっと助けていただきたいですね、はい、はい、これあの司会はこれからどうなるんですか。いやいや、もちろんもうスポーツといえばもう岩井さんじゃないですか。もう
そう、何を言ってるんですか、もうお願いしますよ、そこは。いや、司会はいいんですけど、やるのは。なんか、6人目の虎になることをね、なるべく避けなきゃいけないなと思ってるんでね、本当にね。確かに確かに。そうですね。この間の空手の方の時も、はい、もちろんグッと我慢しましたよ。あ、そうですね。これはもう絶対に高木さんのね、はい、考え方を尊重しなきゃいけないので、ありがとうございます。その辺は空気読んでるつもりなんですけど、ありがとうございます。まあ、これからもですね、やっぱ僕もスポーツ好きなんで。いや、もうぜひですね、やっぱカットパスもやられてますから、はい。ぜひお力添えいただきたいです。頑張りたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、スポーツ版は、はい、スポーツ版令和の虎という風に名前変わりますけれども、第2期も継続に決まりました。最後に高木さんの方からぜひ視聴者の方に、はい、第2期に向けての心意気とかメッセージをもう一度お願いしたいと思います。はい、今ね、10回収録終えて、はい、配信も終わった段階なんですけど、スポーツ版って結構ね、志願者に苦しんだんですよ、うん。最初はもうこれできるかできないかってギリギリのことが多かったんですけど、はい、最近はね、本当に回重ねるごとに大変ありがたいことに志願者の数もやっぱり増えてきて、はい、で、こちらもこう選択できるというか、うん、立場になれたかなと、うん。で、この次回はですね、もっとね、こう自分を世に発信したいって、なかなかこういう機会ないと思いますし、本当ですよね。私もね、積むんで、はい、ぜひ志願者の方、めっちゃお金持ってるからいやないんですけど積むんで、ね、いやもうスポーツ界にはぜひ貢献したいと思ってるんで、はい、志願お待ちしております、はい。イベンジ版タイガーファンディング継続継続、はい、ということで今日は茂木さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イベンジ版ですけれども、はい、まずこれで5ヶ月収録終わりまして、はい、残すところ今月2月の収録で一応第1期が終わる形になりましたので、なんだかんだで今のところ10人志願者をお迎えしました、はい、10人で合ってるのかな、なんか実はお蔵入りであったりしましたよね。そうですね、はい、11人ぐらい、まあ、そんな感じですけども、はい、まず率直に茂木さんの感想をいただきたいと思います。まずは、まあ、リベンジ版おかげさまで、はい、すごくたくさんの人に見ていただいて。そうですよね、はい、なんとか版ってつく中では、はい、多分再生数だけで言えば、はい、一番たくさんの人に見ていただけたなと思って、ね、ダントツでした、はいはい、まず本当にありがとうございます、皆さん、はい。まあでも再生数話で言うと、ちょっと前半走りすぎましたかねと、うん、はいはい、気合い入れすぎてもうなんかこう再生が回りそうな人から僕も出しちゃった感はあったんですけど、はい、結構11月12月ぐらいになって、うん、僕的にはその一番リベンジ版の本文といいますか、はい、こういう人こそリベンジしてほしいなって方が出てきて、はい、次にネクストステップにね、はい、進んでもらえたので、はい、もしくはオールになったので、はい、すごく今いいなと、はい、やってよかったなと思ってますね、はい。僕が一番心配してたのは、はい、リベンジ版が一番マネタイズできないとっていうところも、でもある程度、はい、ピライモテキチャンネルで後編流して、はい、広告収入も思ってたよりはちょっとありましたか。ありました、はい、ありまして、うん、一番思ったのは、はい、岩井さん儲けてるなだって前編と後編と多分広告単価ってそんな変わらんじゃないですか、はい、変わらんですね、おそらく、はい、で僕換算したわけですよ、はい、なるほどこれでこうでこうでと、はい、岩井さんちょっと克服じゃないですか。いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、いやでも本当に良かった。リベンジ版が一番人気が出ることは僕も予想がついたんだけど、はい、これだけ他と差がつくとやっぱり夢にも思ってなかったですね。やっぱすごかったね、新本の力。いやすごかったですね、はいはい、彼の人格は置いといて、はい、YouTuber としての資質がやっぱちょっとあったね、あの人には。間違いないですね、はいはい、本当にいろんなところにこすり倒して、はい、出てることに対しても批判もありましたけども、はい、まあ、今となっては志願者の象徴みたいな感じにまだ上り詰めたような感じもしますよ。す僕はそうなんですよね、はい、腹立ちます、ね、腹立ちます勘違いしてないというけどもしてるんでしょうね、きっとね。いや若干してると思います、はい、間違いないと思います。ダイエット版に出たあたりから勘違いします。だいたい新本とかキング女とか、はい、みんな勘違いしまくってるやつらがああいう風になってるね、はい。でもまあそこがないとね、はい、やっぱりこの世界ではやっていけないと思います、はい。まあ、でも僕は本当に伊藤さんの回で、はい、これぞリベンジ版だっていうのをすごい感じましたんで、はい、やっぱり時にはああいう本質的なリベンジもぜひともやってほしいと思いますし、はい、ケーピョンだっけ、ケーピョン、はい、ケーピョンもこれからもう一回サーチチャレンジで、そうなんです、ね、本家に来ますよね、はい、どんだけのプラン持ってくるかですよ。あのままじゃダメだと思うんだけど、だいぶ変えるみたいですね、はいはい、茂木さんの動画も見ました、ね、ありがとうございます、はい、そうやってね変遷を経た上で、はい、彼らが本当に本家でもう一回リベンジしていただけることは、はい、すごくやっぱ僕らやってて醍醐味ですね。本当に、はい、そう思いますね、はいはい、そして蒼井宮崎さんもやってきましたね。やってきたしやってくれましたねやってくれました俺さ途中で出て
た時なんだと思ったよあれ。いや僕もそのまま倒れちゃうんじゃないかなと思って、はい、外で、はい、苦しそうな顔してたんで気分悪くなったのかと思って、はい、おたけびが聞こえてきて、はい、何があったんやみたいな。しかもねよーく見たら青井宮崎の「い」がなんか漢字に変わってたよ。サントリーウイスキーの「い」になってた。そうなんです、そのブランディングしたらしいということで、はい、もちろんはい、リベンジ版は今後も継続でございますか。本当に6ヶ月間楽しかったです、はい、今までありがとうございました。とんでもないです。あそうなのかよもうやっぱり結果あんまり儲かってなかったんだろう。はいですもちろんです。はい、はい、ということでリベンジ版は継続が決まりました、はい、さあ茂木さん、じゃあこの第2期に向けて、はい、まずちょっと聞きたいのは、はい、虎もいろんな方に出てもらったじゃないですか、はい、これって割と変わらずこのような状態で虎は組み合わせをしていく感じ。ちょっと難しいところで、はい、本当はそうしたいんです、はいはい、僕の見たい絵面があるので。そうですね。ただなんかこう他の番が関西のメガネの方の番ね、 あの方のやっぱりこう、はい、虎とか見てると、はい、なんかちょっと羨ましくなっちゃって。そうあのキャスティング力すごいよね。すごい。なんと麻生先生あれがきっかけで、はい、新しく美容整形版やることになります。マジですか。マジです。乙武さんも多分どっかのねチャンネルの司会やってくれるし、ああいうのいいよね。いやいいです、いいです、はい、であれを通じてまたいろんなこう人脈とか関係性とか今後の可能性広がるじゃないですか、はい、5ヶ月間で広がったの、はい、変な志願者とのコネクションだけですからすごい仲良くなりましたからね、はい、モテ議会って作って、はい、年に1回ぐらい飲み会やるといいですよ。あいいですね。いやこれ楽しいよ。マネーの虎の時、はい、自分が出した子たちでみんな飲み会やってますもん。これめちゃめちゃ楽しいですよ。茂木さんが60で還暦迎えた時に囲まれてね、はい、飲み会やってると思うと楽しいよ。まあ楽しそうですよ僕まだまだ成長したいんで。いや本当にでも僕もねもうだって20何年経ってるわけじゃないですか、はい、なかなか感慨深いもありますよ。確かにそうですね、はい、だから本当にリベンジ版の子たちは茂木、はい、さんにとっての強烈な虎の子に昇格してるわけだから、あ、いえいえ、あの子たちと茂木さんの一つのコミュニティはすごい大事にしてほしいですね、はい、ありがとうございます、はいはい、志願者一般応募じゃないじゃないですか、はい、リベンジ版ですから、はいはい、さあどうしましょうね第2期。いやいや頑張って出してくださいよはい生み出してください。いやいろいろやっぱ出るんですよ。出ますよね。出ます、はい、本家だけじゃない、はい、この間、うん、芸能版で、はい、キングホンダの時よりも俺がぶち切れたやつが出た。マジですか。はい、芸能版いつも伸びないんだけど、はい、多分今回だけは、ね、伸びそうな気がするんですよ。やっぱね丸々場の中に、はい、たまに変なやついますよ。それはねその選択肢が増えたのはちょっと嬉しいです、はい、ですよね、僕も、はいはい、まあ、だから、はい、バランスが大事ですねリベンジ版は。そうですね、はいはい、そういう人たちもやっぱり 、はい、出た方がいいし、はい、でも本当に僕が一番出てほしいのは、はい、早田さんなんですよ。僕の中では永遠に一番出してやりたいですよね、はいはい、でも今更もう出ないかもわかんないけどうまくいってるし、この間ね追跡版で撮ったんですよ。あそうなんですね、はい、やっぱ早田くんって運がなくて、うん、彼の次の子から6人目の虎が登場したんですよなるほど、そうそっか、そうなの。だからもう数時間前に僕が気持ちを入れ替えてれば僕積んでたんですよね。はい、まあでもあの子は積まれなくてナッシングになったからここまで来たからね。あまあそうですよね、はい、だから僕の中では、うん、ナッシングになった志願者の中での一番の頑張り屋さん、成功事例なんですよね、うん、僕もそういう未来が見えたんで積まなかったんですよあの時ね。あ、いた、いましたよ。なんで、はい、僕あんまりこうコメント欄で叩かれたことないんですけど、はい、もう唯一あの時だけ、はい、これで出さないんだったらお前はいらんとか書かれました、はい、なのでそういう意味では早田くんは、はい、僕も浅からぬ縁なので、はい、もう一回出てきてほしいなと思いますが、うん、はい、まあ数字持ってるかっすよね。確かにそれはね、うん、あんまり持ってないと思います。これで言うと僕実は追跡版って始めるじゃないですか、はい、リベンジ版と追跡版って結構ライバルなんじゃないかなと思って、はい、そのライバルで視聴回数ではなくて、はい、志願者の取り合いで、お、はい、だって僕ナッシングに終わってしまったところも言ってますもん今。骨開けるとか、おお、そっか、取りました。そっか、はい、いやでもそうね、早田くんとか、はい、確かにうちのエクセルのシートに入ってたんですよ、候補者に、はい、でも今もう消えましたよね今の話で。どっちが先かの話ですよ確かに、はい、これ急がないと。なんで頑張るよ、はい、追跡版も、はいはい、ということで、はい、最後に第2期への初心表明というか、はい、ぜひ、はい、第1期でこう皆さんに楽しんでもらえた、はい、いいところはちゃんと残しつつ、ちょっと第2期だから、あ、
こんな新しい展開やってきたんだっていうちょっとサプライズをね、うん、はい、少しでも入れていければなと。ですよね。思ってます、はい。さっきもちょいと聞きましたけど、はい、こういうこと考えとんな、この人、はい。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、もう再生数に取りつかれてしまいました。ということで、リベンジ版タイガーファンディングは名称が変わり、リベンジ版令和の虎になりますが、継続決定です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。仲間とつながれる。虎とつながれる。もちろん主催ともつながれる。令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。